こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、梱包材がないです。安い、おすすめの方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画では、私のコンサル生が、商品の梱包方法について非常に悩んでいたので、その回答をね、させていただきます。梱包材は、梱包材の段ボールですね。 自宅近くのドラッグストアやスーパーでもらってくれば良いかと思います。60サイズから100サイズ以上色々とありますので、ぜひ探してね、もらってきてください。新聞紙は、住んでいる地域の資源込みに置いてあるね、コンテナがあると思うんですね。そこからもらってくるのが一番良いかと思います。あと、100円ショップをうまく活用してください。 100円ショップの封筒は100枚108円で売ってます。ですので、実質1枚1.8円なので、非常にお得です。仮に本をは、配送ですね。場合には、新聞紙ですね。資源ごみからもらってきた新聞紙を利用して、100円ショップの封筒を利用すれば、実質100、 1.8ですね。1.8円で梱包ができます。ですので、ほぼ無料ですね。まあ、そういった風に、ぜひね、あの、無料でも利用できるといっぱいありますので、あと100円ショップですね。ぜひ利用してみてください。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。なぜ10万円稼げるかを詳細に記載しています。 ぜひ楽しみにしてください。登録した際にニックネームかうスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日はサイン見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。